ここからは最近よく見かける季節のお花、彼岸花の豆知識をご紹介します。この時期に咲く代表的な花といえば彼岸花ですよね。よく墓地に咲いていることから不吉なイメージも持たれる花ですが、植物学的にはどんな特徴があるのでしょうか。今回は多くの人が意外と知らない彼岸花の秘密をご紹介します。まずは色についてです。実は赤色だけではないことご存知でしょうか。彼岸花といえば真っ赤なイメージですが、対照的な白い彼岸花もあるといいます。さらにリコリスと呼ばれる園芸用の品種はピンクやオレンジなど色とりどりです。彼岸花の種類は確認されているだけでもおよそ30種あると言われていて、色や種類が豊富なんです。そしてちょっと衝撃なのが、彼岸花には毒があるんです。輪茎と呼ばれる球根の部分が特に強く毒の成分を含んでいます。毒は主にアルカロイドと呼ばれるもので、他の植物の生育を阻害してしまいます。そのため雑草対策として田んぼのあぜ道に多く植えられたようです。また昔の人は田んぼを荒らすネズミやモグラ、虫などが彼岸花の毒を嫌って避けるようにするため、あぜ道に植えて田んぼを守ったようです。暑さ寒さも彼岸までという言葉に代表されるように、お彼岸は季節の大きな変わり目です。今年も道端に咲く彼岸花に秋の気配を感じてみてはいかがでしょうか。今回ご紹介した内容はアプリウェザーニュースのお天気ニュースチャンネルからもご覧いただけます。